ロッテ佐々木朗希、重傷かそれとも肩肘の温存か？抹消から1ヶ月が経とうする中、報道や SNS で音沙汰なしの状況が続いている。一つが重傷説ですと、当初はノースロー状態。二軍では1試合も投げていません。しばらく音沙汰がないのは、目立った進展がないということ。つまり、リハビリに長期間を要するからではないか。一方で、チーム周辺にはこんな声もある。オフのメジャー挑戦に備えて、肩肘を温存しているのではないか。一ヶ月に一度のペースで疲労を訴えるのは、いくら体力がない老気でもどが過ぎる。メジャーへ行く前に無理をしたくない、故障したくないという気持ちが強いのでしょう。サボりじゃなくてガチ虚弱なだけじゃないんか、本当に重傷なら、吉井のあの言い方は何だったの。メジャー行ったら一ヶ月で壊れそうやな。こんな妄想記事はどうでもよいんだが、こいつがメジャー行っても、活躍することはねえだろ。まず、ワンシーズンローテ投げてから、メジャー目指そうよ。メジャーどころか、NPB ですら、投げ通せないのはまずい。パーフェクトしたもん。25歳まで、ボスしてくれないならそりゃ温存するやろ。ローキいないのに、普通に連勝できちゃ、ってるの波動なのだろうか。意外と抜けた途端優勝とか、ありそうよな。今年のオフで23歳かまだ25歳まで時間あるな。セルフ投げ、抹消みたいなことやってたら、国内FA すら遅くならんか？